プロイセン参謀本部、中央はヒンデンブルク参謀本部総長。プロイセン参謀本部は19世紀にプロイセン王国において完成を見た軍事組織で平時より有事を想定して軍備計画、動員計画などを研究、準備した国家機関である。以下、プロイセンの参謀本部とその後継者であるドイツ国の参謀本部について記述する。 参謀本部は政治的な指導の委託を受けて軍事的な処置を取るものである。参謀本部の役割として下記の業務が挙げられる。ゲアハルト・フォン・シャルン・ホルスト・ヘルムート・フォン・ゴルト家参謀本部の原点はフリードリヒビル・ヘルム大戦抵抗まで遡る。この時代、ブランデンブルクプロイ戦に初めて常備軍が設けられたことでも知られる。当時協力であったスウェーデン軍を真似て、 食料、野営地、武器等を担当する兵坦幕僚という部署が設けられた。この組織がプロイセン王国に発展する時代の流れに生き残り、兵坦総幹部と呼ばれる部署に発展する。1808年にデアハルト・シャルーンホルストがこの部署を率いた。当時のプロイセン王国はイエナ・アウエルシュタットの戦いの2回の戦いでナポレオン軍に大敗し、 軍政改革に迫られていた。シャルン・ホルストは、アウグスト・フォング・ナイゼナウや、カール・フォン・クラウゼ・ピッツと協力して、ナポレオン軍に反を取った、徴兵制を導入し、1809年には民間の士官学校を許し、これが後に、プロイセン陸軍大学に発展するなど、軍政の近代化を進めた。1813年に、プロイセン王、フリードリ・ヒビル・ヘルム3世は、 ロシア遠征に敗北したナポレオンに宣戦復告し、ブルフッヘル将軍を総大将に、シャルンホルストを参謀総長、グナイゼナウを参謀次長に任命して、ナポレオン支配からの独立を目指した。戦勝が元で死亡した、シャルンホルストの後をグナイゼナウが継ぎ、プロイセン軍は1814年にはパリを占領し、ナポレオンをエルバ島に追放した。グナイゼナウは、 プロイセン陸軍を特徴をつける重要な観光を制度化した。軍事機関との共同責任と委託命令である。実施部隊の参謀長は、軍事機関と決定に対して、責任を分かち合う。不一致の場合に、参謀長は、参謀総長に直接見解を伝えることができる。こうして、参謀下将校の団結を強化し、軍事機関に対する牽制となった。また、 委託命令とは、目的、目標を高級指揮官が明確に指示するが、達成については、実施部隊の下級指揮官が、臨機応変に実行する権限を与えることである。旧陸軍では、独断選考とも訳されて一部の参謀将校の独走が悲劇を招いたケースがあった。1825年には、軍務省から独立するが、相変わらずの少所帯であり、 平和が長引くにつれて、廃止の噂が飛び交うほどの組織であった。1858年に、ヘルムート・カール・ベルンハルト・フォン・モルトケが、参謀総長に任じられた。当時、陸軍少将のモルトケは、これといって名声があったわけでもなく、参謀本部の形詞は変わることがなかった。しかし、評価は1866年の、広島戦争により一変する。モルトケは、 開戦前に兵員輸送のための鉄道や命令伝達のための電信網を準備し参謀将校を各実施部隊の参謀部に配置参謀本部と前線部隊との意思の疎通を万全にして統一的な部隊運用を行い7週間という短期に勝利したモルトケが軍事思想の改革者と言われるゆえんであるその後もモルトケは参謀本部を率いて 不屈戦争でもフランス軍に圧勝した。これを見た欧州各国は一斉に参謀本部を設立し、優秀な参謀将校の育成に教本することになった。明治維新の日本政府もフランス軍政からプロイセン軍政に切り替えるべく、モルトケの懐刀と言われるメッケル少佐を陸軍大学校教官に迎え入れて、軍政の近代化を目指す。 1871年に、プロイセン王ビルヘルム一世は、ドイツ帝国の初代皇帝となり、プロイセン参謀本部は、ドイツ帝国の参謀本部となる。参謀総長には、医薬助総権が認められ、参謀総長は事実上、首相や国会に諮ることなく軍事上の決断をすることが可能となり、極めて大きな影響力を持つことになった。 これが第一次世界大戦の敗北の目の一つとみなされている。軍事的な構想に政治的なコントロールが効かなくなったからである。例えば中立国ベルギーを審判する西部構成計画のシュリーフェンプランは政治家にも海軍の指導部にも知らされることなく唯一の戦争計画となった。第一次世界大戦に敗北したドイツでは訂正が崩壊して、 バイマル共和国が成立した。共和国政府が戦勝国と結んだベルサイユ条約により兵力も10万人に制限され航空機、潜水艦、戦車の保有を禁止された。参謀本部も禁止されることとなった。名称もライヒスベアと改名する。しかし参謀本部の役割は国防省に設けられた兵務局に偽装して存続させた。 1935年にアドルフ・ヒトラーはベルサイユ条約の軍備制限条項を破棄して再軍備を宣言する。ドイツ国軍を国防軍と改名、陸軍総司令部を新設、偽装名称の兵務局を参謀本部に戻した。参謀本部総長には1933年10月1日から、兵務局局長であるルートビ・ヒベック中将が就任した。 1938年2月に侵略戦争計画に反対する国防大臣ブロンベルクと陸軍総司令官フリッチを罷免し、ヒトラーは陸軍、海軍、空軍の国防三軍を直接指揮することとし、個人的な参謀部として国防軍最高司令部を設け、総長にビルヘルム・カイテル大将を任じた。これが伝統あるドイツ参謀本部の終焉の始まりであった。 ベルサイユ条約により参謀本部の存続を禁止されるが、偽装名称兵務局長で存続させる。1935年ベルサイユ条約の軍事、上皇破棄後、新設した陸軍総司令部に参謀本部を復活させる。ありがとうございます。